早速なんですけど、アジアツアー、南京でのソロコンサートがミーティングを迎えられて、今のお気持ちはいかがですか？南京は今、去年が初めてで、はい、今年で2回目、何曲だっけ？9曲かな、はい、10曲かな、はい、まあ、結構曲目が増えたので、はい、今回は皆さんに今回のイベントは去年よりもっと楽しんでくださいっていうメッセージを伝えたいです、はい、伝わってると思います、はい、日本の皆さんもすごく楽しみにされています、応援されています。で、お疲れは、お忙しいようですけども、お疲れは出てませんか？まあ、今日はやっぱ今日はちょっと残ってますけど、疲れが、はい、やっぱ昨日のライブ終わった。そうですよね、多分、まあ、明日は全部抜けるんじゃないですか、ね、そうですよね、うん、そして、今回のステージの見どころなんですけど、ぜひ皆さんに見てほしいっていうところ。見どころ、やっぱ今回のイベントは、うん、そのファンミーティングっていうものとミニライブが集まってる場なので、はいはい、ファンの皆さんと本人とのコミュニケーションの取り、そしてそのライブの雰囲気が同時に感じれる、そういういいイベントだ なので、両の感じが同時に感じれる、そういうステージ盛り上がるでしょうね。そして今年の目標や成し遂げたいことなどがあったら教えてください。ジェジュンとしてですか、ね、ジェワジェとしてですか、キムジェジュンとしてですまずジェジュンとしては、はい、また新しい作品でお芝居ができると、うん、いいですよね。で、まあ、ドラマでも、まあ、映画でも新しい作品で皆さんにお会いできるといいと思うし、この前発売したのはミニアルバムだったんですけど、まあ、正式なアルバムが、ちゃんとしたアルバムが発売するといいんじゃないかなっていう希望があります。ぜひ、そしたらその JYJ としての目標っていう感じ。 JYJ としては、やっぱ今年の中にはやっぱ JYJ のアルバムを出してほしい。そしてやっぱ昨日終わったけど、うん、東京ドームでやったんじゃないですか、うん、すごいです。だから、これから日本の活動がもともと増えていくのがやっぱ一番の希望ですよね。大丈夫だと思います、期待してます。ジェジュンさんにとって JYJ とはどういう存在ですか？そうですね一言では言いにくい、言えないですかね。言えないですね。いや、まあ、言いなくちゃいけないそういう存在ですけども、うん、一人だから一つだっていうのじゃなくて、まあ、三人でも、はい、一つになるんだっていう、うん、なんですかね、うん、ハンコルと韓国語でも分かんないな、うん、その表現が難しい、うん、違う、ハンコル、まあ、一つだっていうことに、うん、やっぱ筋は関係ない、この昨日それを感じたんですけど、はい、その会場のみんなと、うん、メンバーの3人みんなが一つになれるんだっていうその気持ちが、はい、昨日すごい分かったんですよ。昨日、うん、メンバーはそういう存在、はい、僕が考えてる、はい、一つの中の2人ですね、うん、ありがとうございます。ファンの方もすごく感じたと思います。じゃあちょっと簡単な質問に変えていきたいんですけど、今一番嬉しいことっていうと何ですか？今一番嬉しいこと、今ですね。いや、もうこの今の瞬間、もう今の瞬間は、まあ、やっぱここにいるんだっていうことじゃないですかやっぱ自分が自分のことを判断するのって一番難しいですね。でも、まあ、いや、なんて言いますかね。で
でも、まあはい、あのまあ性格的にも、まあ、あのアーティスト的にも俳優、まあ、俳優としてもやっぱまだまだあの成長していかなきゃいけないっていうか、はい、まだまだ足りないところもいっぱいあって、うん、そしたらあの最後に、ジェシーさんの大好きなファンの方々がいっぱいいるんですけど、うん、皆さんにメッセージをぜひください。そうですね、うん、あの今年 の、 あの12月で、あのデビュー10周年になりますけども、あのもう相変わらずすごいあの大きい応援と愛をされて、すごいありがたいし、感謝してるし、やっぱその。